えー、マスアートです、えー、ハニバラ戦記ですね、えー、ローマ人の物語第2の、えー、第9章のハニ、うん、カルタゴ、うん、滅亡ですねの2ですね、えー、もうーローマのー軍団が派遣されて、えー、カルタゴはこのーロガのーガーのその 約束を、履行を小出しにはしませんでしたけど、えー、まず300人の人質を出して、そして全ての工場機と武器の提出も、これも言われたとにしましたですね。だが、カルタゴは運が悪かった、ちょうどこれと同じ時期に、えー、ギリシャでローマ人を降下させる事件が起きて,きたの起きていたのである。 えー、マケドニアを中心とするギリシャの地で戦後、えー、ペルセウスの少子というフリップスと名乗る男が、えー、ギリシャ人の反ローマ感情の中心になり始めていた、えー、実際は全くの偽物であったようだしかし紀元前2世紀のギリシャ人は、えー、自由と独立の意識は,は強くてもそれを現実化し,し維持し続けるための 政治能力はペリクレースの死とともに消え失せたのかと思われるほどに、えー、非政治的な民族に成り下がっていた、えー、かつてのプラトンの絶望がますます、えー、現実になっていたのだ、えー、反ローマに立ったフリップスに立ちますけ、えー、傾斜したギリシャ人たちは功績の席でも次のように言ってはばからなかった えー、ローマ人がギリシャに来るのを歓迎するだが。ただしそれはあくまでも友人としてであり主人としてではあってはならない。これが満場、えー、の喝采を浴びたのは、えー、ローマ軍のアフリカ侵攻が報じられたからである。ローマがカルトガに、えーえー、力を取られている今が。 彼らにはローマの派遣を跳ね返す好機と映ったのだ。ギリシャ人であるポリビウスもギリシャ人はこの木に付け入ったと書いている。しかしローマ人のギリシャ人に対する思いもスキピオ・アフリカヌスやフラミニュースの時代比べれば変わっていた。ローマ人はこの半世紀の間にペリクレス時代を挑戦とするギリシャの 文,明えー、文化に、えー、尊敬を払う気持ちは変わらなかったが現代のつまり紀元前2世紀のギリシャ人に対しては、えー、軽蔑の思いなくしては見られないようになっていたのである、えー、紀元前2世紀のギリシャ人もペリクレス時代同様事とあるごとに自由と独立を唱えることでは変わらなかった変わったのは、えー、自由と独立の現実から となると他国に頼るかでなければ友人の危機につけいることしか知らない点であったのだこれがギリシャ人の想像した美術品や建築を愛し文学や歴史、情実を見直おうとしたギリシャ人に、えー、ラテン語を強制することなど全く考えず、えー、かえって自分たちがギリシャ語を取得に励んでいたローマ人の 現実のののギリシャ民族への軽蔑の理由だったそれに紀元前1世紀のギリシャ人は全5世紀のペリクレスの時代のギリシャ人と違って、えー、美術も建築も文学も新しい時代を切り開く刺激的な作品を創造する力を失っていた、えー、紀元前148年ローマはこのギリシャに、えー、介入ならば3度目になる軍団派遣を決める。 ハンニバルに勝って以後は連勝を連勝連勝続けていたローマにはやはり軍事で事を決すれば勝つという自信があったのだ非政治的なギリシャ人はこのローマを刺激してしまったのであるローマ人がこのギリシャの瞳孔に苛立ちを見せていた時期にローマを訪れたカルタカの代表たちは不運だったローマ人の苛立ちは 加藤が必要に唱えていた対カルタゴ強硬路線についても以前よりは抵抗感を失わせていたローマの指導者たちは大民族への簡単,簡,単簡,単な簡単なやり方が反対の結果にしか結び,結びつかないことに苛立ちそのやり方を変えるべきではないかと思い始めていたこれに、えー、軍事面での自信が加わるカルタゴへの強硬 極まりない最後通達はこのような空気の中でなされたのであるローマとの戦争回避のためにはいかなることもするとそれへの支持を仰いできたカルタゴの代表30人にローマ元老院はこれは最後通告であるとして次のことを要求した首都カルタゴは破壊され住民全員は海岸から 10, 万10ローママイル15キロ強離れた内陸部に移住すること。代,代表の一人はこれで分かるところに死を与えると同じことだと言って抵抗したが、元老院の態度は変わらない。代表30人はこれを受けるしかなかった。彼のうちの幾人かは帰、えー、の途中で、えー、逃亡した。それでもポ,ポリピウスを含めて多くの人は、 これがあ第3次ポエニ戦役も回避されたと思ったのであるポリビウスはブリ,ブリンディッシュから立つ船に乗りギリシャに帰ろうとしていたこのそのポリビウスのもとに親友で,でもあった、えー、スキピオ・エミリー・アルンスからの旧の使いが追いつくポリビウスは乗りかけていた船から降り使いの者と共にスキピオ・ エメリニアスが出陣の準備をしているオスティア港に向けて再びアッピア街道を引き返したローマの厳しい要求を飲んで帰国した代表たちを迎えたカルタゴではこれを指導者の不甲斐な里を怒ったカルタゴの民衆が反ローマに立ち上がったのだ指導者思想の軟弱な態度はたとえそれがやめないことであってもしば,しばしば市民職庶民の ナショナリズムに火をつけたものであるローマの命令をもって局した人々は裏切り者非難を浴びて怒り狂った民主の手で殺された首都カルタゴは武器製造工場に一変した同情性に備えて均衡間の食料調達が活発化する追放されていた対ローマ教皇の人々が従えていた 傭兵ともども呼び戻された。女までが投石機のロープに役立てるためと自らの髪を切って救出した貧富の差も消えた首都防衛戦に参加することを条件に囚人や奴隷までが解放された船の沈物を見越して逃げ出した人々で人口は常よりは減っていたがそれでも、えー 使徒カルタゴには6万の人口が残っていいたというそのこの中で、えー、攻防戦に使える兵力は2万を数えることができた、えー、こうしてローマとカルタゴは最後の時を迎えたのであるしかしこの最後の時は本当に不可避であったのだろうか私,私には未だに疑問が残るのである,残る,であるなぜならローマ元老院が カルトカ,オカルノ特使三重に与えた最後通告首都カルトコは破壊され、えー、住民全員は海岸から10ローママイル離れた内陸に移住すると,とした最後通告を過酷な要求と断じたのは後の歴史家ののみであるからだ古代の鹿たちはそうは言ってはいないのであるリビウスのローマ史はこの時代を扱った部分が中世を経る ううちに消滅してしてまったたので、えー、彼がどう見たかかわらない。だが歴史の著者であり同時,代である同時代人でもあるポ,ビ、えー、ポリビウスはローマの最後通告は背徳行為ではなかったとしているまた古代に書かれた全ての資料を参考にすることがで,できた、えー、ディオドロスもアピウスも教皇とは書いて しててははいいいも過酷と評いない後の歴史家研究者たちはこの通後最後通告を突きつけられたカルトカの特殊の一人がこれではカルトカに死を与えると同じだと公弁したのをそのままお飲みにしてしまったのではないだろうか、えー、ローマ元老院はカルト家政府に死とカルト家の全、えー、住民全員に死を引き払い新都市を建設してそこに 移転するかそうでなければ戦争下の二者択一を迫っただが元老院はこの新都市建設の地までは指定していない海岸から、えー、10ローママイル離れた内陸部であることと,という条件をつけただけである海から15キロを離,れ離,れ離れて家さえすれば首都、えー、新都市建設の地の選定はカルタゴ人に任されていたのである。 それで私は当時の地中海の有名な都市の海岸下の距離を調べてみたのだった。シチリアにあるシラクサ、パレルモ、南イタリアのターラント、カルタゴ人がスペインに建設した都市のカル,タゴカルタヘーナ、カルディス、エジプトのアレクサンドリア、昭アジアのエフィリスソスなどは皆カ,カ,カルタゴと同様に えー、海に面した海溝都市であるカルトゴ国第二の都市であるうウッテカも、えー、現代では海岸線が交代して内陸都市になってしまったが古代では海に面した都市だったしかしシリアの都市、えー、アンティオケはあ当日さええー、大船の運航は無理だったかを 2 2キロも遡れば着けない地に建設されている。また、えー、商,業商業、通称産業都市として繁栄したアテネも海には面していない。外交ピレウスとの距離は8キロあった。アテネとピレウスの間には顔もなかったので、テミスとクレスが、えー、建造させた平行線で続く。 城壁の間の間通通路を通って、えー、アテネの <laughs> 物産はピレウスに運ばれそこで船に積み込まれたのであるそしてローマもテーベレ顔があっても海には面していないローマとローマの外交であるオスティアとの連絡はテレベに添いながらもなるべく直線に近く海道が通っていてその距離は2 2キロである テレビも大船が自由に航行できるほどの川ではなかったサーラ砂漠の真ん中に都市を建設しそこに移転せようと強いられたわけではないのである要するに1 5キロ海岸線から離ればいればよいのだ古代の北アフリカは緑豊かな地であった川も多かった仮に川でつなぐことができなくとしても えー、アテネとピレウスの <coughs> 距離の2倍強に当たる距離を、えー、テミスとクレスがしたように高く堅固な、えー、壁に守られた廊下に変えてしまうこともできたのであるローマの元老院内には厚き病気一派、えー、がなる根、えー、強いカルタ温存勢力があったことを忘れてならない、ね、そして カトが率いるカルタゴ壊滅派も川船であれば足で歩いて,歩いてであれ海を面前にするには2 2キロの走破は当たり前と思うローマ住民なのであった一方カルタジにとっての都市は家から一歩出れば大地に船の上というものであったのだ 彼にしてみれば、たとえ15キロの距離であっても、死は誰に同じになったのではないか。えー、これらのなことこそ、しばしば、水熟化の争いや摩擦の原因となる価値観の争いではなかったと思う。なかったかと思う。ローマ人化すれば、たかが15キロない、ない陸地に入った地に、神道を建設して移転せよって言ったことに反発したカルタグ人が、 ローマの派遣に正面切って挑戦したと映ったのではないだろうかとはいえ紀元前2世紀半ばのカルト,カ,ルトカウ人には発想の転換ができな,できなかったのか首都カルトカウが天然の要,塞要害の地にあったがゆえに他の都市への移転などは考えられもしなかったのかそれとも大国で、えー、あったあ歴史を持つ民族はそこまで して生き延びることはないということであろうか。はい、えー、これが、えー、カルタコ落城の前の、えー、カルタコ滅亡のまあ、ま、この紹介でした。えー、カルタコが、えー、ローマに向かって、えー、まあローチョ戦を取ることになりました。えー、次回はまた。 体のラ,ツラクビュー、えーラ、ラクジョですね。えー、少し喉が乾、えー、きますけど、はい。いよいよこのハ,ハニバル戦記も第9章の体の滅亡となっています。えー、また次回のハニバル戦記でお会いいたします。また,た YouTube チャンネル登録、ま、たコメント、またいいねボタン等よろしくお願いいたします。えー、また次の。 ハニバルセンキでお会いいたしましシェアです。パッシャンプルジーシャロム。シャロム。